以前は今ここという時の今の部分に重点を置いて話をしたと思いますけども、今回はここという方をちょっとね、今しがた思ったことがあるので記録しますね。ここっていうと今ここを満喫するっていう時に、その自分が今いる場所というのがちょっと辛いっていう場合があったりしますよね。そして置かれた場所で咲きなさいという話をする人もいて、しかもそういうことを耐える必要がないと書く本も読んだことがあります。ですからここというのをどのように捉えたらいいものかなとちょっと頭の片隅に置いていたんですけれども、カラス鳴いてるこの地域文字通りサンバガラスがいて元気なんです。コミュニケーション取ってるね。で思ったんですよ、ここって宇宙じゃんかって宇宙なんですよ。地球のどの場所にいたとしても、もっとこう広い視野で捉えたら、それがどこであっても宇宙。宇宙の外に行くっていうのは多分死んだ後だと思うんですけど、それについてはまた別の動画で言ってますからね。もし、縁があったらそんな動画も見ていただけることもあるかと思いますから、今日は今日話すべきことを言ってんで、そうです、私たちは今宇宙にいる。そのことを捉え直して、目の前の身の回り の, 地上 の, ポジションに心を奪われないで、広大な宇宙の中に今ある自分っていうのを捉え直したら、なんか意識が解放されるんじゃないかしらと思います。私そんな気がしてます。では。